ランキングのボーダー予想と消費エナジー予想もね、できましたので、そちらをまた更新していきたいと思います。このボーダー予想に関しては、今回のイベントで48時間経過した時でのボーダーと、前回欧米2段でのバッティングトラベラー、この時の48時間経った時のボーダーを比較して、前回比を出して、その後で前回の最終ボーダーにその比をね、かけたもので、最終ボーダー、今回の最終ボーダーっていう形で出しております。結論としてこんな感じになっておりまして、まあ、ペースとしてはそんなに変わんないかなっていう感じはありますが、4枚のところが、まあ、ペースアップしてるっていうところで、まあ、昨日の時点だと4枚結構緩いんじゃないですかみたいな感じでおすすめですよみたいな話もしたんですが、まあ、ちょっと競争が激しくなってきておりまして、まあ、そこまでおすすめじゃないかもみたいな感じになってきております。まあ、ただ、まあ、もうこの順位絶対入ると決めてる方に関しては、ぜひともね、この予想ボーダーのところですね、この付近までしっかり走っていってください。経験値 1.8 倍の期間が30日の午前、2時59分までとなっておりますので、まあ、なおさらその期間までに、まあ、このね、ボーダー付近までしっかりやっておくと、まあ、育成の効率もね、良くなると思うので、まあ、とにかく前半で全力で、しっかりとバッティングね、勝ち上げて打ちまくってもらえばなと思っております。そして、消費エナジーの予想もね、今回していきます。まあ、こちらちょっと、視聴者さんから何人かから、今ね、どのくらい進んでて、消費エナジーがどのくらいなのかっていうところのね、データを共有していただきましたので、ここから、まあ、1エナジーあたり、まあ、とりあえず平均1500メートルぐらい進む場合といったところで紹介させていただきます。まあ、一人の方がものすごく細かくデータをね、取ってくれてる方がいまして、まあ、その方だと、まあ、大体毎回自走車で240メートルぐらい平均で、まあ、打ってるかな、みたいな感じで、まあ、合計すると1エナジーで、まあ、平均でね、1500メートルぐらい進むみたいな感じですと言った報告をね、してくれましたので、まあ、これをまず一つの目安として考えます。そうすると結論こんな感じの消費エナジー予想となっておりまして、まあ、一番人気の5000円ですね。ここに関しては1062っていう感じになっております。まあ、たださっきの240メートルだったらもうちょっとうまくやられるっていう方もね、いるんじゃないかっていうところで、他の方だと、1800メートルぐらいね、うまい方、結構うまいと思うんですけど、まあ、そのぐらい1エナジー平均でね、出せてる方もね、いらっしゃったので、まあ、1500から1700の幅で、まあ、一応数字出しております。はい。まあ、そうすると、まあ、5000円が938から1062ぐらいなんじゃないかっていうところで、まあ、うまさ次第になりますけど、1000エナジー超えるか超えないか、みたいな感じ。まあ、かなりうまかったらは、まあ、900以内とかね、収まるみたいな感じの予想に今のところはなっております。まあ、本当自走車次第ですね。逆に今、下手だったら、まあ、毎回の自走車3回でも200メーター以下とかに毎回なっちゃってるところだと、1100以上とかいっちゃうのかな、みたいな、そんな感じの目安になってるかと思います。まあ、なので、もしまだ走って、ってないけど迷ってる方は、まあ、このエナジーをね、目安に考えてください。まあ、使っていいエナジーの目安とかに関しては、こちらの動画で一応紹介させていただいておりますので、まあ、自分は使ってもいいのか、今後のね、エナジーの使い道とかも紹介してるので、よかったらそちらも参考にしてみてください。概要欄にリンク貼っております。4枚に関してなんですけど、まあ、250エナジーぐらいかかっちゃうんじゃないかみたいなボーダーになってしまっていますので、まあ、これを考えると、だったら限界突破コーチ付きガチャを引いた方が、まあ、トッツコーチと、まあ、他のね、まあ、A ランクとか当たったりとかするから、そっちの方がお得なんじゃないかっていうところもありますね。なんで、ここはま、自分のトッツコーチ何枚持ってるかって、そういったところで考えてもらえばなって感じですかね。まあ、数が全然ないよって方であれば、まあ、ここで、ま、トッツコーチ節約のためにね、走るのはありだと思いますし、まあ、逆に10枚以上持ってますとか、そんな感じの方であれば余裕があると思いますので、まあ、だったらまあそっちのトッツコーチでいいやみたいなね、トッツコーチガチャを引けばいいやっていう感じの考えでいいのかなと思います。まあ、特に、ま、現役だと菊池選手とかだったら A ランク出やすいので、まあ、だったら無理にして取んなくていいのかなとか、うん、っていう感じですね。まあ、引退してる方だとね、やっぱ優先的に取りたいところだと思うので、4万いくのか、まあ、はたまた5000円から1000円に上がるのか、まあ、そのあたりを、ま、参考に考えてもらえればなと思います。というわけで以上になります。M 課金初心者の方が強くなるために、ま、役立つことをね、発信していきますので、そのような情報を知りたい方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あと Twitter でも YouTube で話してない最新情報の補足のツイートとかしてますので、概要欄からよかったらそちらフォローして見てください。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。